まとまらない前髪を切りたい、もっさり前髪はもう嫌だよ。視界にかぶさるのがだるい、もうさようならなんだ。眉毛よりも下の目にかぶさらないくらいの長さで来てハロー、朝ぎーぬです。今日は前髪を切ってもらいます。長い前髪と短い前髪ではどれぐらいの印象が違うのかっていうところも見どころに、皆さんお楽しみください。今日はどんな前髪にしてくれるんですか？そうですね、もさもさだから、もさもさ前髪、もさ前髪、いつもちょっと流れるようにくるってるから、今日はちょっとまっすぐ目でいこうかな。はい、お願いします。ドキドキ、ちょっとイメチェン、いつもこんな風にお任せしてます。妻さんにこじはるライン残しときたい。小顔にする秘訣を教えてもらったからね、こじはるラインって呼んでるんだけど勝手に伸びたね、すぐ伸びちゃうんですでしょうか。前髪が違うだけでこんなにも印象違うんやで。ほら、眉毛よりちょっと下ぐらいの目の上ぐらいが私一番いつも切ってる長さです。まっすぐだとね、ちょっとこうやって軽いセンターパッドとか可愛いんですよ最近。へぇ、ちょっと開けると可愛い。真ん中をちょっと、こういう時はちょっと今もオイル、にじんじゃったけど、ちょっとにじんじゃった。なんかこういうオイルとかを、はい、重いオイルとかオイルワックスにつけてあげて、ベビーベッドにしてあげた方が夏っぽい。へえ、こういう束感が出てくるでしょ。ほんとだ。完成。はい、じゃあまた明日も見てね。前髪はもう嫌だよ。視界にかぶさるのがだるい、もうさようならなんだ。眉毛